どうも、フリマこと長谷川です。今回ですね、中国の水害が広がっている話です。オチとしては、もし三峡ダムが崩壊した場合、日本にも影響が出るというところなんです。先日三峡ダムに関する話を動画でしたんですけれども、現在はその時よりも状況がひどくなっています。まずはその三峡ダムの現状に関する話からです。中国のダムの水位などに関するサイトを見ていると、ここ数日三峡ダムの水位がどんどん上がってきています。三峡ダムの治水限界水位、いわゆる降水時でも貯められる水の限界の水位は 144.99 メートルと言われています。ところが今日の17時現在ではそれを5メートル以上超える 150.37 メートルになっています。つまりすでに限界を超えているんです。これだけでもすごいんですけれども、情報を集めていると、三峡ダムに関してはそもそも1993年に作られ始めた時から様々な問題を指摘されていたんです。三峡ダムは1993年に着工、2009年から運用を開始しています。しかし三峡ダム周辺の地盤が弱いことが一つ、それから手抜き工事によって2008年にはダム本体に1万箇所以上のひび割れが見つかったんです。そして持って10年と専門家に言わしめたほどなんです。そこから話を三峡ダムの長江流域に移していくと、ここ数日で急激に水位が上昇しています。この長江流域は湖北省、つまりあの病気で有名な武漢、重慶があり、下流域には上海もあります。人口にしても4から5億人規模をカバーしているため、実際にダムが決壊した場合は中国国内だけでも経済、インフラに甚大な影響が出てきます。実は中国のダム関連だとやばいのは三峡ダムだけではありません。上海のすぐ南にある浙江省には新安江ダムというダムがあります。ここでも2020年7月8日の段階でゲートを開いて放流を始めています。これは61年間の新安江ダムの歴史の中で初めてのことなんです。浙江省自体も水位が上昇しており、昨日2020年7月10日の段階で5万2000人が緊急避難をしているんです。また中国中央部の河南省でも黄河流域の鐘楼堤ダムが事前放流を始めました。この状況だけでもかなり危ないことがわかるんです。しかし三峡ダム周辺の天気などを見ていると、中国国内だけじゃなく日本にも影響が出てくるんです。今後1週間の三峡の天気予報を見ていると、2020年7月17日までは全て雨になっています。こうなってくると、先日の動画で話した元刑事坂東忠信さんのツイッターの投稿を思い出します。坂東さんは中国の数秘術の占い師が出した占い結果を紹介していたんですけれども、その内容はというと、長江流域の皆さんは7月1日までに逃げろ、7月2日に深刻な水害が発生する、7月13日に中共は基本的に終わる、言わないでおこうと思ったけど何度計算してもそうなるので当たる確率はおそらく 50% というものだったんです。実際にその7月2日に2020年長江第1号洪水が長江上流で発生しています。ここからは自分の予測になるんですけれども、もし7月13日に三峡ダムが決壊した場合、1、中国の4から5億人に経済インフラでの影響が出る、2、中国の株価暴落の可能性、3、中国国内や日本海の生態系にも影響が及ぶ、この3点が挙げられます。1に関しては先ほども話したように、三峡ダムのある長江流域は中国の全人口の3分の1にあたる4から5億人が住みます。そこに今以上の水害が及ぶ場合、ただでさえやばい中国の経済活動がさらに停滞するということになります。実際の経済活動が止まるとなると、当然2の株価にも及んできます。そして深刻なのは3なんです。実際に決壊した場合だと洪水が起こることによって土砂災害も伴ってきます。
そうなると今でも長江下流の上海の水位が上がっているのに、そこを越えて日本海にまでその災害リスクが増えてしまいます。本当に下手をしたらしばらく日本海での魚が食べられないということも可能性としてはあり得るんです。ですから皆様も可能性の一つとしてそれを頭に入れた方がよろしいのではないかと思うんです。これだけではなく、中国南西の雲南省の富士市ではバッタの被害も出ています。イギリスのデイリーメールの記事を読んでみたら、中国当局が発表したところによると、雲南省のバッタの被害は今月から9月まで続くのではという内容になっているんです。水害だけでも恐ろしいのにバッタまで出ているので、本当にシャレにならない状況なんです。そんなわけで日本にも及びかねないリスクを中国ははらんでいるということを皆様も知っていただけると幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。